外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案が与党などの賛成多数で衆議院を通過しました。本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。今回可決した入管法改正案は政府が指定した業種で一定の能力が認められる外国人労働者に新たに在留資格を認めることが柱です。立憲民主党などの野党は法案が生煮えなのに審議があまりにも拙速だなどとして反対しましたが、与党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました。与党側は28日に参議院で審議入りして来月10日の今の国会の会期末までに成立させたい考えです。